芝居都会問題。芝居と都会は仲直り。一方綾波東アピール、回復する都会に水を差す。とはいえ回復中の芝居さん、とうとう X で復活。毎日楽しく元気な模様、謝罪と感謝を述べる。このままこの件終わると思ったら、まだまだとんでもないこと起きる。これこれさんにまったり行く。綾波さんは肉児を任せて別の男性と床からデートしました。たまたま花火大会にいた人が綾南を発見、そして激写。イケメン男性とガチデート。まあこれ音声も写真もあるので、まあ、言い逃れはできないと思います。そしたら綾南インスタでとんでもない画像を投稿。イケメン男性とツーショット、離婚希望まんじと言ってる。拡散しまくってあやなんもポスト、まさかの互いセカンドパート泣いて。4人で食事し家族も紹介、こんな家族も世の中にはいると。芝居も暴走中に不倫告白、 S さんという人がいるっぽくて、お互いパートナー持ち家族公認、世間は困惑してく。そしたら追随する芝居さん、俺はそれで認めてるんで。デジタルデトックス中の芝居が早速絡んできて心配される。その後あやなんもそれに対し、私たちは認め合ってると。パートナーがいることでうまく回ってる。もちろん一番は子供。一方あやなんのパートナーは歌舞伎町のホストと噂上がる。確かに昔楽しそうだった。次から次と出てくる。一方徹夜その頃、誕生日をゆったり過ごしてる。